皆さんごきげんよう。どうもトミックでーす。今回のビデオはね、みんな見ての通りサムネイルとタイトル通り1年が経ちました。まあ、新居もねだいぶ落ち着いてきて、収納棚を何個か変えて、いろいろ荷物を収めて終わりって感じだね。まあね、そんな話は置いといて、ついに1年が経った。何が？そう、ディズニーの年パス。まあ、かなりの数のディズニー行って、で動画も何本か撮って、何本と結構撮ったよね。まあまあ撮って、年パスは切れちゃったんだけども、また更新するってなると、今度ね、なんかね、これ両方いけるやつなんだけども、次買うとしたらね、ちょっと値上がりしてて、約9万円ぐらいやったかな。まあ、9万円ぐらいなんだよね、あの年パスが。1年経ったということで、俺がね、このディズニーの年パスを使って、1年間使ってね、良かったことと悪かったこと、よくね YouTuber がね使うね、あの1年間使ってみて良かったこと、そして悪かったこと、これをね、あのディズニーの年パスでねやろうかなと。まあ良かったことはね、往復ができる。片っぽだけの人だったらできないんだけども、両方の人は往復ができる。午前中にディズニーランドに行く。午後にディズニーシーに行く。ちょっとディズニーシーがあれだなって思ったら、ディズニーランドに舞い戻ることができる。あの、一日のうちにランドとシーをね、往復することができるのさ。あの、ビデオでもね、やっている技ですよね。一日のうちにランドとシーを往復する動画っていうのは、もう大体もう年パスがあったからこそできた技なわけよ。いろんな楽しみ方ができる。ディズニーランドって、なんかワンデーパスポートが、なんか7000円とかじゃん。だから、一回行ったら、あ、あれ乗り物乗らなきゃ、うわーってなるじゃん。それが、しなくていい。だから、つまりどうなるかって、毎回それをしてるとさ、なんかやっぱりそれの楽しみしかないじゃん。アトラクションへの楽しみしかなくなっちゃうけども、今日は、食べ物巡りをしたいな。今日はちょっと、パレードをゆっくりみたいな。こういう風に、分けることができる。今日はちょっとお食事を楽しみたい。明日はパレードをちょっと見たい。明後日はちょっとアトラクションたしなんで、この前行けなかったレストランに、その次の日は、まあそんなに連続では行かないんだけども、そう使い分けができるっていう。まあそれだけでも全然価値があるよね。往復ができて、ランドのこれ食べよう、これ食べよう、シーのこれ食べよう、これ食べようっていうのができる。よく考えたらそれだけで年パスはかなりねお得だなと思った。それがもう大幅大きく占めてるよね、年パスので。悪かったことないと思うでしょう。これはね、個人差、あくまで個人的な意見なんだけども、パスを使ってなんか抽選があるじゃん、あるじゃん、なんかディズニーのあれで、なんか夏はね一回も当たらなかったっていうのが悪いところ。わかんない。でも、人によっては当たってる人もいるみたいなのよ、年パスで。だから、それは多分俺の個人的な問題だから、言ったらそれくらいかな。どっちか迷ってるけども、どっちかでいいかなって言うんだったら、両パーク買った方がいい。両パークの年パスの方がいい、絶対に。なんか、いや、俺はね、ディズニーシーオンリーだからって人は全然シーだけの年パスでもいいと思うけども、いや、どっちか。今年は何度かなみたいな感じの人だったら、3万円ぐらい違うから、年パス、その両パーク。その3万円分の何かを我慢して、買った方が、多分ディズニー好きの方は多分絶対それ以上の価値をね、見出すことができるから。あの、ディズニーのね、この、年パス買いたいけど、って人にはね、買った方がいいかも。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの年パスは、なんかすごい安く買えるみたいな。あの、巷の噂で聞いてるんだけども、USJ はさ、多分それ以外のところでお金かかるでしょ？多分、伝わる人には伝わる。でもディズニーは年パスがあれば、とりあえずね、大体楽しめるから、往復もできる。ただちょっと値段が高い。来月かな、来月か、今月はでも更新しないな。更新するとしたら、来月から俺はまたディズニーの年パスをね、更新をして、そしてね、またディズニー企画のね、ビデオをね、撮るので、みんなよろしくピュンピュンということで、以上、今日のディズニーのお話でした。それじゃあみんな、バイバイキーン。Thank you for watching this video. グッドボタン、そして、チャンネル登録。
チャンネル登録よろしくね。通知もね、よろしく。撮影の裏側とかね、プライベートを公開するようにね、インスタグラム始めたから。あとね、LINE スタンプだね。結構ね、好評なんで、よかったら、じゃあみんな、バイバイバイキーン。